はい、どうも、デロリンです。というわけで、Days Go の続きをやっていきたいと思います。今回、この決して諦めないってやつ、毒人参を取りに行きます。そのついでにカラスを殺します。あれ、これど、え？これまっすぐ行けって？行けへんやん。壊せってか。OK、任せろ。フラググレネードだな。ポイ捨てしてやる。というわけで、なんだこれ、ドクロマーク？なんだこのドクロマークは。なんなんだ？毒？よし、湿地ってのはここだな。調べてみるか。なんなんだろうこの毒マークは。うわ。またかよ。あんま近いとこれも壊れそうだな。よいしょっと。入った。だっ。ガソリンも残り少ないな。直接少なかった。このドクロマークは何なんだ。毒？サラの言った通り、クライヤーだ。カラスとも巣を焼かないと。これか。攻撃される毒人参あったぞ。ここにもあったな。毒人参をもっと集めないとな。でも5個でいいんだったらすぐだな。カラス野郎がいいのか。さてと燃やしていきます。巣が近いな。匂いでわかる。いてっ。はっ。カラスやろ。俺は殺そうと思ったのに。エアバッグを手に入れた。なんでエアバッグだ。さあ、カラスを殺しに行きます。僕の今回のメイン目的はカラスです。どこだクソ。この近くにあるな。クソとか言わないの。痛い。まったおい。両方壊せた。よし。じゃあそのついでに毒も取っておきます。あと2個でいいんだね。これでプラス1かな。どこどこだ。いってえな。はっ。もっといるな。もっといる。もう少し取っとくか。待って、クライヤーはこっちか。え？目の前に1個ある。あれ、まだ終わってないのか。あれ、ちょっと待て。くそ、もう1個ある。よし、いいぞ。よし、今度こそ。さて、行きますか。なんかある、いいアイテム。火炎瓶の材料とかあるじゃん。ありがたいな。オイル復活してないのかな。復活してるな、これ。やっぱり復活するんだ。ありがてえ話だな。どれぐらいで復活するんだろう、アイテムって。スクラップもあった、ラッキー。こうやって復活してくれるとすごくありがたい。わーい、ビール瓶だ。一丁上がり。
一丁上がりって言ってるけど、なまってんぞ。ついでに毒も回収しますか。十分だな。よし、これでさらには返せる。そのついでに毒毒人参じゃなくてクライヤー、クライヤー、クライヤー。なんだあれ。軽い気持ちで引き殺そうとした結果これですよ。危なかった。ふぅ、クライヤーを殺しに行き発進。スクラップは使いたくないからな。さて燃やすぞ。違う、これパイプバックだ。火炎瓶が残りちょっとしかないな。よし、入った。あ、最悪だ。もう一個いるな。くそ。よし、作れる。さーてと、クライヤーさん、あと一個で終わりだ。全部ぶち壊してやるぜよ。巣があったぞ。巣があったぞ。この1個で終わりだね。さよなら、今日終わりだ。はあ、ようやくだ。南オレゴン。スフリーカーキラーアンロックです。スフリーカーキラー戦闘長。ん、なんでこんないるんだ、人が。ここにアイテムがあるかなと思って来ただけな。来ないで、来ないで。ほらよ、ほらよ。だってよ。はあ、よし、ここで。え、スクラップないの？ないの？あるかと思ったのに、スクラップないの？なんでないの？向こうにゾンビいるのか。ゾンビー。だが。スクラップは？え、ないの？よくわかんないけど、取れない。何か、何が取れないの？私これ。ネロのなんちゃらのマークがあるけど、これって何かあるって証拠なのかな。下に行けば何かあるってこと。ガチャコンはいいぞ。そい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 っと。はっ、やっぱりここに何かあるのか、このマークのとこに。今知ったぞ俺。またボイスレコーダーだ。よし、ネロに注意。こっちの作業が終わったらな。フィールドノート1005サイト81297号線R8でデータを収集。ひたすらスタミナ増やす。これでよしと。マジかよ、このバツマークにいっぱいあるんだったらまだめっちゃあるじゃん。ここにもあるし、俺全然行ってねえぞ。そんな全部放置しろ俺。あらら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 らったったん、あらららららったったん、あらららららっと。さらに8000体のホモサピエンス変異体の群れがサイトを通過した。すごい数だ。ことが起きる前のカリフォルニアの人口を知っているか、校長。そう、3925万人だ。
そのうち 50% がウイルスやその類、あるいは後日視力深い同胞の手にかかって死亡したとしよう。すると残るのは2000万人のホモサピエンスに痛いてどうかな。だいたいどういうこと、何が痛い。だから言いたいのは、一番隊なんて大河の一滴に過ぎないんだよ。これが終わる前に何万何十万、いやもっとだ、何百万という感染者がこのハイウェイを通過する。うわ、よし、発射。発射ガソリン食うたさ、いなっと。でも登れんな、これ。めっちゃゾンビ寄るじゃなくて。俺はガソリンが欲しいだけなんだ、スウェイ。ガソリン食うたさ、いな。この辺スクラップ取れそうかな。まさか、こっち系か。よし。囲まれとるな。時間かかるな、補充に。多いガソリンが。食べれそうだな。スクラップをください、スクラップください。スクラップだ、スクラップだ、いっぱいスクラップください。スクラップを、ください。3個かよ、もっとくれよ。ゾンビの耳をください。経験値もください。これめっちゃスクラップなんじゃないの。スクラップの山だけ。とてもスクラップ。あなたもスクラップ、私もスクラップ。ゾンビに見られたけど私はスクラップ。あれないかな、あれ、あれってワンワンじゃない。ワンワン私を狙っている。こいや、こらいた、何も見えん。お前やろうか。ワンワンまだおるな。ん、どこに、どこにいるの、あなたたち。ポリエスチレン、ポリエスチレン。あ、ゾンビに見られた。私はこのままでは殺されてしまう。しもう壊れそうじゃん、この車。あーおちー。さあお家に帰ろう。ファーストトラベルで戦闘中だ。なんで戦闘中やねん。もうええかな。さて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 、グルコサミン、よいしょ。さあまた車の修理に来たよ。ガチャガチャ。
そうか。そうか。ディーコン、いや、はい、校長、またな。何回言うんだこれ、ディーコン、いや、校長って。ウェッチェイ。するか止めないぞ。五丁、こっちよ。慎重に運んだでしょうね。猛毒よ。ああ、そう、慎重だった。なあ、計画がある。今は説明できないが、俺が次に来たらここを出るぞ。いいか。五丁。お礼はいらないんでしょ。ご苦労さん。なんか話もっと進むと思ったら全然進んでねえじゃねえかよ。死の影を恐れてなどなど追加されました。さあ行きますか。よいしょ。ん？今度南部に入れなくなるのか。でも全部やってないけどな。まあこの回収はしてないけど、確かにネロの調査現場回収するめんどくせえしな。これ以上強くなってもなって気もするしな。ある程度は行ったし、いいかな。いいかな。めんどくさいし、やっちゃうか。進めまーす。おい。あれ。あれ。私は典型を得た。典型を得た。昨晩新たな入隊希望者が数名加わり先制を立てた。皆はるか遠方よりこの地へ旅してきたという。この者たちが今こうして現れたのは決して偶然ではない。なぜならその遠方のキャンプでは我々がかつて南で浄化したような盗賊や殺人者などの罪深き者どもが溢れているというのだ。我々は脅かされている。全員だ。我々は毎日死の影を恐れて生きている。だがその影を作るのは我々を取り囲むフリーカーではない。なぜならあれは神の計画の一部。神が我々に下した罰なのだ。ああ、そうだ。我々に破滅をもたらす敵はフリーカーではなく同じ人間だ。かつてノアがそうしたように人類を救うため箱舟を作った。そう、英知を補完し洪水が収まった時世界を立て直せるようにな。だがこの時代世界が終わりを迎えようと神は海から波を呼び忌まわしき者をこの地から洗い流すようなことはしない。ああ、水の洗礼は行われないのだ。そう、今の時代では
我々こそが洪水だ。我々は世界を占領する使命を授かった。炎を持ってな。今日我々は神の怒りを買った全てのものに対する聖戦を宣告する。これより北へ進軍し、堕落者どもを探し出す。この世界を。オブライアン、応答しろ。いるか。準備はできてるな。決行するぞ。今すぐだ。座標で送った。今どこだ。クレーターレイクのウィザード島、民兵キャンプだ。ロケットランチャーの向こう側。ああ、まだだ。すぐにやる。終わったら知らせてくれ。邪魔だ。ジョブ探せ。どこだ。そうだな、タワーきっとあそこだな。ロケットランチャー無効化する。よし、いいぞ。でもよ、そのキャンプをやるってのはな。こいつをこうして。やだね。サラが待ってる。サラッサラーのサラサーティー。ショイ、いるか。くそ、待ってろ、すぐ行く。結局サラ殺されそうな気がしちゃうね。ハッピーエンドじゃないような気がするよね。ねえ、見張りなら向こうの方でやってくれない？それはできない、大佐の命令なもんで。バカみたいにぼーっと突っ立って。おい、口には気をつけろ。今までとは違うんだぞ。命令に背くなら。誰もいないか。大丈夫よ、いない。よし、作戦は。荷物をまとめろ、逃げるぞ。どうやって、見張りだらけ。信じろ。オブライアン、山頂に向かう。チャンスは一度だけだ。了解、今から向かう。オブライアンってどこに行くの？説明してる時間はない。全部持ったか。大丈夫、行こう。離れるな、誰かに会ったら。来て。メモ読んでないかなって。ねえ、オブライアンって一体誰の？言ってろ。オブライアンはお前をヘリに乗せて別れた日に助けてくれたネロの兵士だ。ネロ？やばい、ウィーバーだ。違う違う、そっちだ。容器の方。そうだ。おい、聞いてないのか？ちゃんと集中しろよ。そこの容器だ。いいな。よし、行け。ほら、落としたら承知しないぞ。ウィーバーが助けてくれるなんて。また見張りよ。ここにいてくれ。ねえ、リー、お迎えしましょう。オッケー。オブライアンってネロのヘリにいた男？まあ、その話すと長くなる。まずは逃げ切ってからだ。まだヘリは飛んでるってこと？だったら機材や設備だって残ってるはずよ。ああ、確かにそうかもしれないな。オブライアンに直接聞けばいい。もう一人。待って、私がやるわ。気をつけろ。あなた何をしてるの？あの、ここは誰も通すなって。この私に口をもするぞ。これは明らかな命令違反よ。おい、な。ナイスだ。もう一人、私がどかしてみる。気をつけろ。やるな。さあ、もう少しよ。早くブーザーに会いたいわ。それは
ロストレイクに行きたいってことか。クローバーデールじゃなくて。いえ、ただ生きてると知ったら会いたくて。ブーザーは私の兄みたいなもんでしょ。聞いたぞ。え、これダメなの？何かと思ったの？ひどい。私の兄みたいなもんでしょ。あなた、こっちへ来なさい。ここは立ち入り禁止です。この私に口答えをする気？しかも、おい、なあ！さすが。サラムな。光が差してる。もう少しよ。よし、やっとだ。クオンに着いた。私の単車置いてきぼりなの、これ。私の単車がガガガガ。よし、うまくいった。ヘリはどこなの？大丈夫だ、あいつは来る。俺たちはとりあえず。諸君、ここが山頂だ。見ろ、素晴らしい景色だろう。ああ、少尉。この新入りたちに島の案内をしていたところなんだ。これからアークに入るんだが、一緒にどうだ？諸君、これはウィティカー少尉だ。彼女は敵に有効な毒を研究するチームのリーダーを務めている。裏切り者！待て、少尉！下がるな！失敗したじゃん。私たちは物資の調達に行こうとしてただけよ。人殺しでスパイ。私よりそいつを信じる。前に話したキャンプを覚えてるか。そこのリーダーのアイアンマイクがこいつを送り込んだんだ。んだ、こんなやつ見たことない。大佐、信じてくれって。黙れ。よし、話してみろ。この男は本当にスパイなんだ。とんだ言いがかりじゃない。こんな男見たことない。勝利は嘘つきだ。何者かもわからないのに信用するの？俺がどこのキャンプから来たって？嘘ついてるって言うのか。なんだ？嘘じゃない。こいつの背中を見ればわかる。だろ、背中を。もういい、黙れ。最後の警告だ。では、事の真相を調べようじゃないか。隣人について偽証してはならない。ああ、クーリ隊、これは8番目の戒律だったか。はっきりとは覚えていません。何を見た？嘘はつくなよ。わかるからな。こいつはロストレイクで女を襲ったんだ。何言ってるんだ。校長、その時見たんだが、こいつの背中にはタトゥーがある。悪魔信仰みたいな犬か何かがチェーンを食いちぎってる絵だった気がする。こいつを止めたんだが、酔ってて大暴れしやがった。俺がいなかったらどうなってたと思う？こいつの背中を見ればどっちが嘘ついてるか分かる。大佐、話がめちゃくちゃすぎて。見せろ。刻まれているのはケルベロス、ハデスの番犬か。地の底から這い出てくるところを見つかるとは滑稽だな。だがお前はケルベロスではない。ディーコン・セントジョン、神の使徒かと思いきや嘘をまとった裏切り者。ユダだったとは。聞いてくれ、お前は何だ少尉。ネロのヘリが飛んできたとき、ドリフターと一緒にいたのはどういうことだ？大佐、何のことだかさっぱりよ。確かネロのキャンプから来たんだったな。貴様はスパイだったのか？いつからだ？マッシュ、信じて、私は。また嘘か！ドリフターならまだわかる。ああいう男は裏切る者だからな。だがお前は。大佐、俺だ！俺なんだ。大佐、俺が嘘をついた。ポケットを見てくれ、無線がある。俺がヘリを呼んだ。
少尉も騙した。俺と一緒についてくるように。武士の確認が必要だと言ったが、本当は人質が必要だっただけだ。リコーセント上な、応答しろ。こちらネロのオブライアンだ。悪いな、セントジョン伍長は取り込み中だ。待て、誰だ。真実を追い求めると罪なき人間が犠牲になる。悪かったな、少尉。二等兵を放せ。サルコジだったか。はい。大尉、ドリフターを留置所に放り込め。明日〇〇〇〇に裁判を行い、公私刑にする。少尉、ここはもういい。仕事が山積みだ。さて、ロストレイクキャンプとやらについて話せ。はい、全部話します。少尉、来るんだ。ほら、立て。よし、まだ生きてたな。ざけんな。その息だ。心は折れてないな。なんで、どういうことだ。そのタトゥー、鎖を食いちぎる犬か。珍しいだろ。それで少し調べてみたんだ。その理解したくてな。少尉の入隊時に回収したものだ。おそらくお前のだろう。ああ、そうだ。嫁の名前もベスじゃないな。ああ、違う。ずっと彼女を探してたのか。ああ。なぜと聞いたな。簡単なことだ。お前は嫁のために死に物狂いで生き抜いてきたんだろう。首を吊られるのはあんまりだ。待て、俺を助けたってのか。それじゃお前らも処刑される。戻るつもりはない。大佐はイカれてる。聖戦や虐殺だのはついていけん。そうか、じゃあどうするんだ。東へ行く。ああ、リノを目指す。一緒に来るか。いや、戻れはしないぞ。その場で撃たれる。サラを置いてはいけない。それに北にいるアイアンマイクに知らせないと。それはもう手遅れだ。どうして。民兵はすでに出陣している。何、サンティアムさんを通れるようにしてな。まずいぞ。本当に一緒に来ないか。ああ、行かない。幸運を、セントジョン。なあ、クーリー。俺は兵役時代のことを思い出すたびに胸クソ悪くなるんだが、あんたみたいな男の下についてれば違ったのかもな。まだ間に合うかもな。
つはいい。こいつはいい。は、いいんだけど。弾だぞ。弾だぞ。あ、見えねえ。サブウェポン。なにこれ、特殊ウェポン、SSR。俺、何持ってたっけ、俺。ちょっと待って、わかんねえぞ、俺。装備確認できねえな。5だもんね、俺。いらねえかな、ジャブ機は。ロストレイクに戻るんだ。北に行って、ムーザーとリッキー。マイクを助けねえと、サラのことは助けられないが、あいつらなら。本当にすごいぞ。でも俺は。絶対に諦めないからな。必ずお前のところに戻って何とかする。北に行くには。サンティアムハイウェイがいいか。もう通れるし、一番早い。下にあるってことかな。これ南じゃない。早くブーザンとこ行ってスキッツを止めねえと。あった。ネロの注入器。本当にこういうとこあるんだな。体力を増やしておきます。なかなか痛いじゃねえか。なかなか痛いじゃねえか。ボイスレコーダーか。うん、何もなっせん。へえ。まあ多分これラストミッションっぽいからな。まさかのいきなりラストだよ。びっくりしよう。どうしよう。キャー、最後の動画めっちゃ長くなっちゃいそうだな。よいしょ。大群なんか全然倒してねえぞ。ガソリンが自由なのでターボ使いまくります。サンティアム北だからこっちだな。ドロブーストこんなのなかったろ。ああ、立ち上がった。まだおる。何これ。いらんくね。チュー。どこにいる。こんにちは。チューな。どこにいんだよ。うわ、いっちふどっかレーザー入ってた今。
よし、パーマ火炎瓶ありがたいな。ん、遠くか。回収回収、こういう時はいっぱいアイテムがあるからあげたいね。ああ、おお、俺の車がね、すごくない、綺麗にひっくり返っとるよ。こんな綺麗にひっくり返ることあんだな。さて、目を更新した上で進みます。ねね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 ね、まだいたの、まだいたの。これじゃ持ってない。そしてどかす、これどかすために通れんってことか。そのためにあいつらみんな殺しってことはね。まあゾンビもねありがちだけど、ラスボスは人間でしたってやつだな。まだいる、これで終わりか。おい、よし、こんなもんだろう。そこまでいいのか、ありがとう。皆殺ししなかったよ。まあでは行きます。待ってろブーザー、今行く。ん、なんか敵に狙わっとってんの俺。バットかよ。え、どっからだ。あ、あそこか。いや、近いじゃねえかよ。死んだかな。取れんな。あ、もうスクラップマックスか。気がついたら弾薬が欲しいな。弾薬ないのかな。セントジョン5丁だ。私はセントゴンセントゴン5丁だ。セントゴン、セントジョン、ジョンジョジョン、ふっ、あれはないのか、弾薬は。遠隔爆弾、どこにあるの遠隔爆弾って。なんか倒れとるじゃん、かわいそうに。俺は殺すのか。弾薬ないの、弾薬。弾薬の回収をしたい。ナッセン、仕方ないの。あった今、違ったか。仕方ない、ドカーンと行くか。ドカーンと行って敵にバレるパターンですな。ポイッ、ん、誰も来ないのか。トンネルが通れるようになってる。スキッツォたちじゃない。ちょ、ま、な、あ、ま、パッパッペポッパッポ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 ッ
縛ってるか。なさそうだな。さっきのやつ死んだ重砲兵みたいなやつ。げ、まだおる。しまったって言いながら、くっそ、くせえな、ほんとに。あ、どこだよ。そこね、オッケー。来やがれ、民兵ども。ふぅ、こいつは邪魔すぎて何もできない。もしかして歩いていくしかねえってやつか。よし、弾補充だ。ちょっとだもんやろ。ん、隠れたやついるじゃん。何してんの。ほぼ不死身だったな、あなたはです。上等いい。これはさすがに動かせれるだろう、なんとかして。動かせれんとおかしいな。あ、こっちからか。よし、これでいける。久々の北部だ。おい、ブーザー、聞こえるか。返事をしろ、ブーザー。ブーザー、ていうか、生きてて何を、お前の助けがいる。中に運べ、急げってんだ。気をつけろ。あと少しでそっちに行く。ブーザー、スキッズに気をつけろ。お前のことを狙ってる。おい、もう抜けやがった。早く行け。スキッズに会ったら殺して。ブーザー、リッキー、答えてくれ。俺だ、リッキー。アイアンマイク。おい、お前ら。あいつら逃げるぞ。奴らを追うぞ。スキッズはどこだ。誰か見てねえか。やったぞ。俺たちの勝ちだ。早く追うよ。逃がさないで。一人残らず殺すんだ。スキッズはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、やつは絶対見つけてやる。ああ、リコ、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そら、よかったよかった。会ってみたい、お前が。あそこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。マイク、マイク、
これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しない。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前はどんな手を使ってもこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク。そんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッツを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああ、うるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢嫌がる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら、喋るな。静かにしなって。アイアンマイクはディーコンを信用したんだ。だからみんなは話を聞きな。悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない。ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか、ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。これって、ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。硝酸アンモニウム。ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする？サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができれば、その隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザどうする？俺に決まってんだろ。
そっか。でも私らだけじゃ無理。そうだな。他に来るやつがいたら一緒に南ゲートを叩け。爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな。オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃなやつ。長かった。そしてまだ終わらないんだね。終わるのかなと思ったら終わらないんだね、これね。いやー素晴らしい。まだまだあるぞ、まだあるぞ。うん。ん？大群スレイヤー出てきた。ここでようやく大群と戦えるんだ。へえ。わあ、いっぱいあるぞ大群。うふう、アイアンマイクのキャンプはどんどんパワーアップするってやつね、これでね。ここだけじゃなくて、こっちも当然あるよね、大群スレイヤー。あるよね。ああ、これでどんどんキャンプの信頼度を上げられるってやつだね。あらららららあらら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 。南は行けるの？行けないよね、もうやっぱりね。またやることが増えたな。うん？で、こっちは、あ、やっぱりもうこれほとんど取ってんだ、俺、ネロの調査現場。南だけ取ってなかったんだな。あ、こっちもあるじゃん。まあいいけどさ、今さら。強化試合も強化した方がいいか。はい、というわけでまだ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 やることがいっぱいあるデイズゴンでした。というわけで今回はここまでになります。またねー。